服作りの難しさっていうのを一番に感じました。それと同時に私は今まで自分の好きなデザインだったり自分の作りたい服っていうのを考えて服作りをしてきたんですけど、伊勢丹の授業を通して伊勢丹の客層であったりどんな人に着てほしいとかこんなデザインだったらその家族も着れるなとかそういう風に誰かに向けた服を作るっていうのがこう初めてだったので誰かを思って服を作るっていうこともすごい考えながら作れたなっていうのがありました。自分のデザインする服だけではなくてみんなのバランスを見ながら急にみんなでこう服を作っていくっていう工程がすごい楽しくてより一層みんなとの関係性を深められるプロジェクトだったなと思います。あとファッションデザイン科この3年だからこそこのプロジェクトができると思っていて時間で自分たちでこのブランドを考えてデザインを考えて企画から生産で店舗に立って販売するっていうこの経験はなかなかない経験すごい貴重な体験だったのでファッションデザイン科にしかできない体験だと思います。